麒麟ラジオ劇場スペースロマン、爽やか透き通った麒麟レモンがお送りする麒麟ラジオ劇場スペースロマン、山本澄香原作、週刊マーガレット連載、エースを狙え、脚色田中信、出演矢島正明、高坂誠、中田浩二、池田雅子、その他俳優の皆さんです。練習中飛んできたテニスの球が鏡に当たり、その破片で腕に怪我をしたお蝶夫人、久々にコートに現れた。東堂が声をかける。おや、もういいんですか？ええ、すっかり。ひろみはそんなお蝶夫人の姿にほっと胸をなで下ろした。よかった、お元気そう。でもいくら技術が追いついても私あれほど魅力的にはなれないな。ひろみの目とお蝶夫人の目があった。ひろみ、いらっしゃい。はい、これ。これはいつかいただいたラケット、なくしてしまった。そう、探して差し上げたわ。どこにあったんですか？そんなことは知らなくてもよろしくてよ。後ろを向いて歩き出すお蝶夫人。ありがとうございました。バラの香りのお礼。県大会1回戦が今幕を切って落とされた。素晴らしいね、マキ。見て、お蝶夫人のあの見事なプレー。本当、惚れ惚れする。大輪のバラ一輪、そんな形容がぴったりの華麗なお蝶夫人の姿であった。一方、湧き立つ観衆の中にひときわ背の高い緑川蘭子がいた。鋭く目を光らせてこの試合を見守る緑川蘭子、宿敵加賀高校の大物である。ひろみはそれと気づいて闘志をかきたてられた。テニス王国西高全員が今は順調に勝ち進んでいる。が、思わぬアクシデントが起きた。お嬢、岡、異例なことだが危険校が出て抽選が変更になった。今日の2回戦お前たちが当たるぞ。そんな、あんまりです。コーチ、お嬢夫人と私が対戦するなんて、それじゃあ私恥かくためにテニスやってるみたいで。バカ、情けない顔をするな。試合なんてものはやってみなきゃわからないんだぞ。宗像の言葉にお蝶夫人の顔が一瞬ピクッと動いた。やってみなければわからない、本当にそう思い？お蝶夫人は心の中でつぶやいた。相手が誰だろうと関係ない、いい試合をしろ。はい。まずいことになった。なぜさ、またあの子萎縮して実力が出せなくなる。東堂の心配げな声に尾崎はおやというような顔をした。コートに立ったお蝶夫人がぐっとボールを握りしめる。特訓の成果に随分自信がおありのようですね。けれどそんなもの私には通用しない。来るなら来なさい、ヒロミ。受けられるものならこの球、受けてごらんなさい。46! 46! 46! 強い。これじゃ試合にならない。 3 games, nothing! 5 games, nothing! 16 games, nothing!
ません。6ゲーム連敗、嫌だ。1点も取れずに負けるなんて。当然、私のストレートセットよ。かわいそうに。するだけ無駄なのよ、この試合。ポンティポン！やだやだ。いくらお嬢夫人が相手でも、負け方ってものがある。そら、エースよ。やだー！初めて帰った。ヒロミがお嬢夫人の球を返した。予想以上に伸びている。甘い顔はできない。徹底的にやらなければ。あんな決め球を受けるなんて。意外なヒロミの応酬に今はもう意地となって挑みかかるお蝶夫人。その顔つきは険しかった。渚の心はたちまちウキウキ。イメージの旅に出発進行。本日はアマゾンのワニの昼寝のいびきを聞きに出かけてきちゃった。これワニの大いびき。本当かな。キリンレモンを飲むとこんな愉快な音が聞こえちゃうようよ。あ、でもね、ワニの中には10メートルもあるのがいるんですってよ。だから人間もかなワニ。光のシャワーを浴びながら、ワンとキリン、キリンレモン。通ったキリンレモンがお送りしたキリンラジオ劇場スペースロマン。山本澄香原作、週刊マーガレット連載、エースを狙えを終わります。